フィスネーム、タマさん、八代さんこんばんは。いつも配信楽しく拝見させていただいています。問題なのですが、私には悩んでいることがあります。それは、知識があれば世界が広がるが、知識がありすぎるといろいろなことに不満を持ってしまうのではないかということです。例えばサッカーの基本的な知識があれば野球の試合やアニメを楽しめるようになるが、知識がありすぎると選手のプレーやアニメの作画にそこは違うだろうと不満を持ってしまうのではないかということです。これサッカーの基本知識があればサッカーの試合かな、野球とサッカーが混ざってるな。ネットでは弓道警察などが有名ですね。八代さんはいろいろな知識が豊富だと思うので、八代さんのスタンスなどをお聞きしたいです。あーなるほどね。いや別にさ、これあれじゃない、なんか細かいところはどうでもよいって思っ、なんだろうね、難しいよねこれ。でも確かにそういうのあるかもしんない。なんかテニプリを今例えに出そうとしたけど、テニプリはもう テニスのあれを超えてるからな、枠組みをね。でも難しいよねこれ。なんだろうな、なんかその道、なんかでもこれ多分こういうのってまあ、その業界とかに所属してる人が、なんかその業界を舞台にした、ドラマとかアニメとか見て、いやそんな緩くねえからみたいな、そんなこの業界甘くないよみたいな、シンデレラストーリーとか見ちゃうと、うーんってなるのかもしれないから、これマジで難しいよね。まあでもそれを理由に、なんかその知識を吸収しなくなるっていうのはね、愚かだと思うけどね。いや別にその、なんだろうね、知らないから体験、なんだろうね、個人的な考えだけど、知らないから体験できることよりも、知識があるから体験できることの範囲の方が広いと思うんだよね。知識があるから、なんか、まあ、例えばなんだけど、なんだ、例えば引っ越した先で、なんかうまい店とかを探しまくるわけじゃん。まあ、これ知識がいるっていう行為で、で、その知識を得て、うまい飯屋に行って、新体験、新しい体験ができる、新鮮な、ああ、やっぱここおめえ、こんな料理出すんだ、とかっていう。で、なんかその、調べようとしないとか知らないとかだと、その、体験をできなくなるわけじゃん。その店を知らないからさ。だから人に偶然連れて行ってもらって感動することはあるだろうけど、まあ、例えば、近所で自分で探してうまい店を知ってしまった。で、誰かに誘われて料理屋行ったら、いや、うちが自分で探した店の方がうまかったな、みたいな、がっかりみたいな体験はあるかもしれないけど、いやでもそれにしたって、でもそれにしたって、その経験は受動的なわけであって、まあ、例えば、テニスに限らず、まあ、弓道警察、この例えに出てる。弓道の知識があることによって得られる体験の方が多くなるわけであって、弓道の試合見てて、まあなんか弓道ものの漫画とか見てて、いやーそこはこういう構えじゃねえだろうってかってがっかりすることよりも、弓道をやっていたことで得るものの方が圧倒的に多いと思うけどね。だから何事もガツガツと知識はね、広げていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかその、突っ込みどころが見えないようにするために、あんま知識得らないようにしようって人生を追ってたらマジで損だと思うけどね。だって限られてるからね、人生は。みたいなことを思いましたね。